今日のカップ、カープンも中です。お願いします。ランダー戦最高いやー、勝ちましたね。嬉しい。まあもう4対3がランダー戦とは正直言えないんですけれども、今年、今シーズンだったらランダー戦と言っていいんじゃないですか。ありがとうございます。秋山のホームラン、ホームランですね。結局試合を決めるのはありがたいですね。嬉しいですね。栗林も嬉しそうだったね。試合ね、終わってね。 いや、勝ちたかったよね。4連敗でしたからね。嬉しいね。嬉しいね。久しぶりですよね。雨天中止と移動日で。移動日ではないか。松田、松田だったから。オフでね。えー、久しぶりの今日のカープということで勝ちましたね。嬉しい。いや、あの、巨人戦、雨天中止になって良かったな。勝てなかったと思うし、今のカープじゃ。で、最下位ヤクルトさんにね、松田で強いんでね、勝たせていただいて。 いやーありがたいですね、本当にシャイナーがヒット出たりとかね、まあ、矢野とかね野間も秋山も小園もねヒット出てね、上本もいやまあ3番上本嫌ですけどすいません、3番上本嫌なんだよな、俺。いやー、まあ、あとあれか、田中康介も松山も平打で打てず、で松山またゲッツーと、なんか開き直りますみたいなニュース出てましたけど。 まあ、開き直るというかねちょっとい、一旦休んでくださいって感じですけど。うーん、どうですか皆さん。っていうね。ー勝ったけど、すみません、暗くなっちゃいましたね。その、細かいところで言うとね、そういう代打陣、どうするかとか、あとやっぱ、僕的には5番石原じゃないなっていうのとかね。シャイな8番っていうより、もう、ね、打席回せ、回してあげたいじゃないですか。 一軍久しぶりなんでね。慣れてほしい。一軍の打席にね。まあ俺はイシー使ってほしいですけど、多分もうシャイナーを使うんでしょうから。だったら使うんだったら5番とか4番で使って、やっぱプライドあるでしょうから、外国人なりのね。8番はね、ちょっとね、って思ってしまう。いやーでも勝てたんです。なんか負けた試合みたいな感じでしたけど、勝ちました。 嬉しいね。とこだね。めちゃくちゃ調子悪かったですけど、悪いなりに、またクオリティスタートで100%、今シーズンクオリティ確率100%、6回3失点以内。すごいね。まあ、あとリリーフ陣もね、ハーン、森浦、えー、栗林。森浦ね、だいぶ評価も高いね。矢先とかじゃないんだね、森浦なんだねっていう感じなんですけれども。 いやよし、勝った。まあ、勝ってね、勝ってカブとの王を締めるでしたっけねうん。やっぱ改善点というかね、反省点はやっぱり、初回のね、初回って勝ち越したんだっけ同点になったんだっけ勝ち越したのかあれえー、秋山凡退、野間が出て、えー、上本もエンドランで出て、 で、小園が、打ったんだよね。小園が、ヒット打って、点入って、で、石原が、最低限の内野ゴロで、2対1だ。そう、2対1になって、で、エラーしたんですよ、ショートゴロ。で、ワンアウト、一塁三塁で、6番の菊池がゲッツーで、あ,もうあれ、危なかったね。結果勝ったけど、試合。もうあれで、流れがピタって止まって、で、結局同点、逆転されて、 ヤクルトにねまあそれでまあ追いついてね秋山のホームランで勝ち越したからよかったですけれどもあれ危なかったねそういうところとかですかね菊池のねまあしょうがないですけどねサードゴロでね2 <laughs> 塁1塁か2塁1塁でサードゴロで3塁踏まれてファースト投げられてのゲッツーかとかね打順の組み方がやっぱ違う気するけどなまあでもよ 4点入ってるから合ってるのかどうなんですか僕はあんまり5番石原とかねあんまりうん7番矢野はねめっちゃいいと思うんだよな7番矢野は固定で俺はいいと思うで8番キャッチャーで菊池の位置なんだよな俺は2番でいいと思うんだけどな1番秋山2番菊池で3番はまあ今日の感じだと小園か あのもう僕、道林好きなんですけども、道林は使われないものとして一旦思います。思うというか、もう、道林は一旦使われないものとして考えます。そうね。だから、1番秋山、2番野間、3番、あ、じゃあ1番秋山、2番菊池、3番野間、4番小園、えー、5番シェーナンで、6番 えー、上本とかなのか、今日のだと。で、上本、じゃあ中村翔成は中村翔成使うよ。上本なんか、ファインプレーとかありましたけど。うん、僕は中村翔成がいいかな。6番中村翔成か同、同媒しうん、もう、シャイナーをファーストで使うので、あればレフト同媒ししかないから。同媒しか中村翔成がいいですかね。で、7番矢ので、8番キャッチャーで。 これかな僕は、どうですか皆さんということで。矢野7番はいいね、固定で。うん。そうね、2番じゃないな、矢野は。位でね。うん。油断させて、みたいな感じで。そんな感じかなピッチャーは、まあ、とこだわね、調子悪かったですけど、まあ。休ませた方がいい。あ、そう、オールスターね。選ばれちゃいましたね、監督推薦で。 結構大瀬良、床田、栗林、小園、坂倉、秋山、多いよ、6人も。床田は休ませてほしいね。もうちょっとヘロヘロだね、床田ね。いやー、でも、オールスターって辞退したら、確か、10試合出場停止とかなんで、意味ないんで、まあ出るんでしょうけど、だったらオールスター出た方がいいんで。いやー、やられたね。はめられたよ。オールスターのその監督推薦が、 選ばれたときはまだカープ首位だったんで、やられたね、岡田監督に。えー、そうだよね、あれって、去年の首位のチームの監督が選ぶんだよね、オールスターの選手、その新井監督が選んだわけじゃないよね、監督推薦は。やられたよね、坂倉とかも、まあ、坂倉はいいわ、どっちでも、本来、選ばれるべき選手じゃないですけど、今日今日というか、今年の成績だと。でも、選ばれましたね、なんか。 まあ、秋山はね、納得、まあ。野間の方が打率は高いですけど、なんか野間って不遇だよな。海外 FA 権獲得おめでとうございます、野間。どうなるのか、残留なのか、どっかに行くのか。まあ、残留してほしいですけど、もちろん、どうなることやらっていうね。野間ね。野間でも、その、雨天中止になった試合、おとといの試合とかも、タイムリー打ってね、でその後ポカしたじゃないですか、走塁の部分で。 飛び出さ、なんつうの、次の類狙わなくていい場面で狙ってアウトみたいな。で、解説の人が今のはミスですね、みたいな言ったから、やっぱそういうボーンヘッドをやっぱしちゃうからのあって、やっぱりね、なんか、もっと評価されていいのに評価されないのかなとか、なんかね、そこら辺が愛おしい部分でもありますけど、愛する部分というか。いやー、どうしましょうね、本当にね。悩ましいね。 いやーまあ勝ったからね、いや、まあでも、うーん、なんか感傷ではないけどね、結果的に面白い試合、めっちゃいい試合だったけども、もっと、まあね、上を見ていかないとということで、まあでも、ちょっと3達しましょうよ、初戦勝ったんで、お願いしますよって感じです、まあこのね、ぜひコメントでもっとこうした方がいいとかね、MVP は誰とかね、まあ秋山でしょうけど、いやー、でも俺は小園かな。 やっぱ同点に追いつくタイムリーを打った子供はでかいね。MVP が誰だとかね。こいつ良くなかったとかね。ぜひ、もうコメントをぜひちゃんちゃんお願いします。いやー僕は3分目もと反対です。中丸小説買ってほしい。とかね。ぜひ、何でも待ってます。えー、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。ということで、えー、今日のカープ以上です。よいしょ。